どうもー、よしくです。今回もシャドバストーリー解説やっていきたいと思います。ここで前回までの軽いおさらい。イズニア国の危機を救ったアリサ一行は、時空の狭間を越え、助けを求めに来たテトラのもと、アイアロンの世界へ旅立ちます。しかし、移動の際、何者かによる干渉を受け、アリサたちは二手に分かれることに。アイアロンでベルホメットにとどめを刺そうとあと一歩のところまで迫りますが、ベルホメットはネルバの手によってパワーアップし、再び別の世界へ移動を始めます。ここまでが前回のあらすじです。そして今回の物語はアイアロンで争いが起きている最中、並行して起こっていたナテラでのお話になります。空間移動の際、他者の干渉によって本来行こうとしていたアイアロンへの軌道からずれたアリサ、エリカ、ローエン、イリスたちはナテラの国に到着していました。ちなみに不時着した時に、なんでもう一回移動しないのって疑問があると思うんですけど、パワーバランス的に管理者その他みたいな感じなので、移動に干渉するのは管理者にとってはたやすいことになります。なので間違った世界に来たから再び移動しようとしても、再び管理者の能力によって制限を受けてしまうので、移動したくてもできないという状態になっています。アリサ一行がたどり着いたナテラの世界ですが、この世界もまた一人の力を持つ支配者によって世界の危機が訪れようとしています。それが母なる君。この母なる君は以前のベルホメットやメイシアのような意図して世界を壊そうとしているわけではありません。現実世界でいう地震や雨みたいな災害的な立ち位置です。このナテラの国は母なる君によって生み出されたとされていますが、同様にある周期ごとに母なる君によって世界が壊されているという過去も存在しています。今ナテラの国は一部木々が枯れ、生き物が姿を消していることから、もうじきに母なる君が暴れ、再び世界を壊してしまうのではないかと思われ、その母なる君を止めようというストーリーです。それでは登場人物を紹介していきましょう。主な登場人物は5人です。1人目、ベイリオン。この章は暴走する母なる君を止め世界を救おうという物語ですが、その母なる君を止める手段として戦闘、対話、2種類の方法を主張し争っている団体があります。その母なる君との対話を目標に掲げる団体が穏健ハスコル、そしてその団体のリーダーでもありこの国の王がベイリオンになります。2人目、ラティカ。先ほど紹介した穏健ハスコルの最高戦闘要員として登場します。誰もが恐れる高い攻撃能力、洞察力を携え、ストーリーでは各キャラクターごとの間柄を取り持つ立ち位置として登場します。3人目、ミソリナ。ベイリオンの間に生まれた子供であり、この国の姫として存在します。よくある姫としては王国で守られているイメージがありますが、この姫は自ら戦闘の最前線に立ち民を導きます。人並み以上の剣技を携えながら少量のマナも使用できるため、多少の回復魔法ぐらいであれば使用することができます。このマナを使用するという行為はこのミストリナ以外で行えるものはいません。4人目、バイディ。ベイリオン率いる穏健ハスコルに対抗する過激派マーナブルムのリーダーになります。ベイリオンの兄弟として次期王国を支える候補として生まれますが、実は元国王の子供ではなく、元国王の姫とその姫をさらった呪いの竜との間に生まれた直接の王家の血筋を引かない子供であることが発覚します。そのことを知ったバイディはショックのあまり怒り狂い、母を自らの手で殺し国から逃げ出します。バイディはこの世の汚点であることから死ぬことを願い続けますが、彼以外このことについては知らないため、元兄弟であったベイリオンは突然兄弟が怒り狂い母を殺した怒れたようだと思い、バイディと対抗します。5人目、ムニャール。過激派マーナブルムの参謀的立ち位置として所属しています。力も弱く特別頭が切れるわけでもありませんが、バイディが一人でいた時を古い友人として描かれています。この物語は彼ら5人、そしてアリサ1個、そして母なる君、これらの間をめぐって繰り広げられる物語になります。そして物語は母なる君の1度目の方向によって開幕を告げます。ナテラの世界には母なる歴史が世界を滅ぼした際、方向を叫び4度目の方向の後世界を滅ぼしたと語り継がれています。残り3度の方向の時間しか残されていないため、スカル・マーナブルムの間には残された時間がありません。とりあえず対話、戦闘、どちらの手段で母なる君を止めるか
決める権利をかけて戦争を始めます。いや母なる君先に止めろやって思いたくなる気持ちもあると思うんですけど、一旦押さえてください。一旦落ち着けましょう。だいたい3度目の方向ぐらいにベイリオンとバイリーの決着がつきます。世界を壊した後罪を償い死にたいバイリー対王として全てを守れる道を探すベイリオン。決着はベイリオンがバイリーの罪を許すことで決着しました。しかし肝心の母なる君をどうやって止めるのという問題が残っています。ベイリオンとバイリーが争っている同時刻、この戦いを終わらせるためまた別のベクトルで調査を行っている人がいました。それがイリス。このイリスがめちゃくちゃ有能なんですよ。イリスはこの世界が以前終わった要因として、そもそも母なる君が壊したという事実がそもそもおかしいのではないかという仮説を立てました。母なる君とは一体何なのか。かつてこの世界は干ばつの末滅びようとしていました。その際とある少女が世界を救える力が欲しいと願い、その結果マナを生み出せる力を与えられました。このマナは私たちの世界でいう電気だったり水、とにかく生活を行うにあたって必需品とされる存在です。そしてこのマナを生み出せる少女によって民は生き抜く術を取得し、なんとか歴史を紡ぐことができました。ではこのマナを生み出せるようになった少女はその後どうなったのか。少女は力を手にした代償に肉体という器に収まりきらなくなり、霊体と化し頂上の存在母なる君となりました。そしてそこから時は流れ、文明が発達した未来のお話。世界はなお母なる君から流れるマナを源に動いていました。人間はこの少女母なる君からマナを取得できる量を増やしたら生活がより豊かになるんじゃないのと考えました。しかし現実はそう甘くありません。発達し続けた文明を維持するだけで精一杯だった母なる君は、急激に人間によってマナを吸い取られたことによって源まで消滅し、もうマナを生み出すことができなくなってしまいました。そうして母なる君は長い眠りにつきます。そしてこのマナを生み出せなくなったら何が起こるか。私たちの世界でも電気水が生み出せなくなったら、当然それらを求めて他の場所に争いを仕掛けに行きますよね。自分家で電気が出なくなった、でも他の近所にもないってなったら、もう他の県に移動したり、まあ、とりあえずそうどうしようか行動しますよね。そしてこれらの検証の結果、実は以前世界が崩壊した際、それは母なる君が壊したのではなく、実は母なる君の力を得ようとした人間の内紛争いによって自滅したということが発覚します。いやこの事実早くみんなに伝えなきゃ。やばい、このままだと何も知らないみんなが母なる君を攻撃してしまう。イリスはもうめちゃくちゃ急いでみんなの元になんとかたどり着きます。そして間に合います。ダメ、母なる君を攻撃してはいけない、悪いのはこの人ではない。しかし時すでに遅し、母なる君は深い眠りから目覚め、管理者の器として利用されてしまいます。あー間に合わんかったー。母なる君を討伐するべく立ち上がるアリサ一行ですが、母なる君の周りに張られているマナのバリアを突破する手段がない。やばい、どうしよう、攻撃が通らない。そこにミストリナが現れます。私がマナの力で母なる君のバリアを破ります。なのであなたたちは母なる君を救ってください。この世界でマナを操れる存在は母なる君以外にミストリナしか存在しません。バーリーン、バリア剥がれる、母なる君がむき出しになる、ミストリナ行けー、アリサ一行の攻撃が通る。やった、世界は救われたんだ、母なる君を倒せた。母なる君、救ってくれた感謝の気持ちでアリサとエリカにマナの力を与えます。ベイリオンとバイディも仲直りし、ハッピーエンド。これにて一件落着、次はどの世界を救いに行こうかな。よう、この世界の住人、今日から俺がこの世界の支配者だ、よろしくな。なんとこのナテラを救ったタイミングで機械反乱編の最後にパワーアップして仕留めきれなかったベルフォメットがこの世界にやってくるんですよ。もうみんな母なる君を倒して満身創痍、このままじゃやばい、どうするのというところで、この章は終わり、次の天地侵略編が始まっていきます。そして天地侵略編が開幕します。物語の舞台は引き続きナテラの国で始まります。ベルフォメットはツタ状の機械を国中に撒き散らし、アリサ一行を襲います。そのツタ一つ一つの戦闘力も非常に高いため、一行は一旦散って再びベルフォメットのもとに集まろうということを決意します。
しかしベルホメットの手はさらに迫ります。アイアロン編で一旦はやられた3女神たちが強力になったベルホメットによって高速で動力を充電し、再びこの世界に移転ワープしてきます。スタジオの機械はなんとか倒せるけど、3女神までは無理、勝てません。そして絶望はまだ終わりません。ベルホメットもただ考えなしにこれら機械をばらまいてアリサたちを襲っているわけではありませんでした。本当の狙いはアリサたちを足止めすることにこそありました。じゃあベルホメットは彼女らを足止めして何がしたいの？その目的こそが母なる君を新たに吸収してさらなる力を得ようとしているのです。そしてその狙いは成功します。母なる君を吸収しさらに強力と化したベルホメットはナテラ支配に向けてとうとう大手をかけます。アリサたちもなんとかベルホメットの手を止めないといけない。ここでやっとアイアロンの世界でとどまっていたユアンとテトラたちがやっと駆けつけます。そしてナテラの国で暴れ回っている機械たちを一旦止めて、ベルホメットに先手を出す前に一旦ナテラの国で暴れている機械たちを止めようぜということで、どうやったらこの機械を止めれるのということを考えます。そしてそれを止められる神の手を思いつきます。そうだ、この国が一度滅びる前の民が残していった都市防衛システムっていうのがあるから、それをシャットダウンすることで今暴れている機械たちの動力源を止めてしまえばいいんだということを思いつきます。しかしそこでまた一つ問題が発生します。どうやらこの都市防衛システムを起動するためには認証キーが必要らしい。そしてその認証キーは現在手元にない。どうやら認証キーはその都市防衛システムの建物の前にある石像を動かすことによってしか入手できないそうです。いやそんなことできるわけないよ。どうやって認証キー手に入れるの？こんな丸くて小さい石像を動かすなんて無茶です。そんなって誰もが諦めた、その時皆さんアイアロンでのまん丸1号のことを覚えていらっしゃいますでしょうか？三女神との死闘の末、ルナとエンニアの犠牲になって死んでしまったまん丸1号のことです。こっから少しファンタジー要素が加わります。皆さん脳みそを少し柔らかくしてお聞きください。実はその時死んだまん丸1号の魂がどうやら無意識のうちにルナの指令術によって現世に留まっていたことが判明します。その現世に留まっていたまん丸1号の魂が先ほど出てきた認証機の石像に入り、新たにまん丸2号として生まれ変わることによって都市防衛システムを動かすための認証キーとなります。このまん丸2号が認証機になったことによって都市防衛システムが動くんですね。これによりナテラ中のベルホメットのしもべは動力源がシャットされたことによって全てストップし、あとは本陣ベルホメットを叩くのみとなります。しかしそこにまたもや壁が立ちはだかる。自然鎮魂編で覚醒した母なる君と対峙した際、母なる君の周りにマナ状のバリアが張られていた話を覚えられていらっしゃいますでしょうか？母なる君を吸収して力を得たベルホメットはこのマナのバリアによってアリサたちの攻撃を弾きます。唯一マナを使えたミストリナも先ほどの戦いですでに満身創痍。そしてそこにシャットダウンしたはずの三女神がなんとあらかじめ補填されてきた予備充電を動力源として再びアリサたちの元に立ちはだかります。ただでさえ苦戦する三女神が再び揃い、ベルホメットはマナのバリアで攻撃届かないし、そもそもベルホメットが強いしで、もはや晩酌がここでつきます。終わった、ここまで長い戦いだったけどここでおしまいか。ここでこの章最後の奇跡が起こります。皆さん三女神のそもそもの生い立ちを覚えていらっしゃいますでしょうか？そうです、モノからエンニアの間に生まれた、元は先天性で心を持った状態で生まれてきた機械たちになります。その心を持った状態で生まれた機械たちがベルホメットの手によって心を奪われ、兵器として殺戮界に生まれ変わりました。でも誰だって心を奪われるのは嫌だし怖いんですよ。そしてそれは三女神にとっても例外ではありませんでした。ベルホメットに改造されたとはあれど、彼女たちの中にもしっかりと心を失いたくないという意志が存在していました。心はこの世界ではバグと言われています。つまりランダムによって発生する機能になります。そしてそのランダムは今この瞬間にとっても例外ではありません。絶望のこの瞬間にかすかに心を取り戻した三女神は残る最後の力を振り絞ってベルホメットに対して攻撃を行います。この攻撃でベルホメットのマナの壁が突破されるんですね。マナの壁が突破され、
とうとうアリスたちの攻撃が届くように、そしてベルフメットが敗北の寸前、そこにネルバが再び現れます。ネルバ本人としてもこれほど器として成熟したベルフメットを泣く泣く失うのは心残りなんでしょう。無理やりベルフメットを乗っ取り新しい器として利用しようと干渉してきます。しかしここでベルフメット生涯にして唯一と言っても過言ではない男気を発揮します。自分が自分で亡くなるくらいなら死んだ方がマシだ。こうベルフメットは告げ、自分を腹を切る。こうして機械反乱編、自然鎮魂編、そして天地侵略編、長きにわたる戦いはベルフメットの自害という結末をもって幕を閉じました。そして現在公開中の中では実質最後の章、運命総国編が幕を開けます。この物語はレビールを舞台に繰り広げられます。レビールはかつて一つの石ころだった。そこに神が生まれ世界を作った。世界を作った神はその後3つに分かれ、巨人タイタンとしてこの世界の均衡を司るようになった。その巨人タイタンこそがカースドクイーンナハトナハト、カオスルーラーアイシーレンドリング、ピースキーパービンセントの3名になります。そして彼ら3名が持つ能力、ナハトナハトは対象を箱に詰め込む能力、アイシーレンドリングは対象から自身が被った被害に比例した取り立てを行う能力、ビンセントに関しては不明です。そしてこの章の一番の特徴として、今まで登場していたアリサたちのほとんどは登場しません。アリサのみが登場します。普通に考えるのであれば移動中に再び外部からの干渉を受けたと考えるのが妥当ですが、作中アリサは仲間が見つかっていないにもかかわらず特に慌てていない点や時系列も不明等から、その詳細については不明のままです。おそらくこれから公開されるであろうストーリーで明らかになると思われます。それでは登場するメインのキャラクターたちを紹介していきましょう。もともとクラスリーダーが存在しない分新規キャラクターが多いです。1人目、バロン。カードではバニー&バロンと称され、作中ではこのバニーと共に行動します。アイシーレンドリングからタイタンの力を奪うことを最終的な目標としており、その一環として富裕層を襲い貧困層に奪ったものを配っています。バロンは昔生きるため金のために人殺しを行っていました。そしてその名はいつしか亡霊スペクターと呼ばれるほどまで成長しました。しかし殺しが日常茶飯事のこの世界で、レビールでいつまでもその無双が続くわけではありません。罠にはめられ、特に現世に対して未練もなし、金のために殺しを行う薄い人生だった。そして殺される死の瞬間、バニーによって助けられ、それ以来共に旅を行っています。認識阻害魔法ジャミングという魔法を使えることから、その顔を今まで人に見せたことはありません。おそらく亡霊スペクターの異名もこの顔が見えない状態を指している言葉だったのでしょう。続いてバニー。バロンと共に行動し、アイシー討伐を目標に日々ゴロツキどもと戦っています。バニーはもともと裕福な家庭に生まれますが、目の前で母親をゴロツキに殺されたことから人生が一変します。盗み殺しでその日その日をつなぎ止めていく生活。しかしバニーにとっても当然そんなことなどしたくない、明日が来るのが嫌だ。そんなある日、敵に囲まれているバロンを発見します。心がボロボロで壊れかけている私みたいな人、私と一緒に壊れてくれそうな人、世界に壊されるくらいだったら一緒に世界を壊そうよ。そういったバニーはバロンを助け、世界をひっくり返すためバロンと共に行動を始めます。3人目、マイザー。非常に優しい性格かつその優しさで銃も抜けないことから、周りからは腰抜けマイザーとバカにされたりしています。しかしそんな彼にもこの銃を抜けなくなる悲しい過去がありました。マイザーは保安官補という現実でいう警察みたいなところに所属しています。入隊試験では銃撃ちだけ満点、その他赤点というひどい成績でしたが、その銃の才能を買われ入隊しました。マイザーは加速の魔法を使用できるため、それで優秀な銃の成績を収めることができました。しかしそんなある日、その彼にとっての事件が起こります。人助けのために撃った銃の弾丸が不測の事態で動いたまたま動いた民間人に当たって命を奪ってしまいました。責任感の強いマイザーはそれ以来銃を握るだけで手が震えるようになってしまい、素手でしかゴロツキを退治できないようになってしまいました。それ以来マイザーは常に神様にとって裁きが与えられることを望む悲しい保安官補として生きることを強いられるようになりました。4人目、セリーナ。マイザーにとっての幼馴染であり親に捨てられた存在であった両者は町の教会のシスターのもとで育っていきました。
マイザーが使用できる加速の魔法はこの教会で習って覚えたんですね。一応加速の他にも燃焼という魔法も存在しますが、この魔法に関してはセリーナの方が優れていました。一見幸せに見えるこの教会ですが、実は裏の顔が存在します。それがピースキーパーヴィンセントによって依頼されたターゲットの暗殺。この教会では代々誰かがこの役割を担う必要がありましたが、マイザーのことを思うセリーナはこれ以上マイザーに人殺しをさせたくないという思いから殺しの顔も持つようになりました。5人目イルガンノ、彼女は生と死の2つの側面を持つ唯一の種族になります。イルガンノにはかつて姉がいました。生まれつきマナを扱うことができ、人々の心の中を見ることができたため、それを利用して姉は人助けを行っていました。イルガンノにとっても大好きな自慢の姉でした。しかしいつまでも幸せな日常が続くと思っていた、そんなある日、目の前で自分含む家族もろともゴロツキに殺されそうになってしまいます。イルガンノの姉は生まれつきマナを持っていたため、最後の力を振り絞ればどうにか私かイルガンノどちらかを生き返らせることができる。イルガンノどうしたい、そんなの姉に決まってるじゃん、私姉のこと大好きだもん。そんな姉が存在しない世界なんて私にとっては意味がない。しかしこの生まれつきマナを持つ姉は密かに生きたいと思ってしまったイルガンノの心の中も見えてしまうんですね。そしてイルガンノを生き返らせることに決めます。この世界では死人は異形として第二の人生を始めることがあります。死の狭間から生き返ったイルガンノは半分が異形、半分は生という特殊な種族としてこの世に生き返りました。姉が生きたいと望めば生きることができたのに、私が生きたいと小さく心で思ってしまったせいで姉は死んだ。つまり姉を殺した本当の犯人は私だ、そしてこの世界だ。イルガンノは自分を殺す前に世界を殺すと決め立ち上がります。そして6人目、ゼシル・ウェンシーこと、この物語最悪の敵にして最強の敵、アイシーレンドリングによって生み出された存在であり、何度死んでも蘇る能力を持ちます。他者に感染することで死を身代わりにできるっぽい能力のため、理論的には魔力が切れるまで倒し続ければ倒すことができるとされていますが、本人も強くかつ感染先も無限にいるため、実質的にこのゼシル・ウェンシーを倒すことは不可能です。しかも同時に複数感染することもできるため、同時刻に複数の場所にて存在することも可能です。強き者に対しての感染は不可能で、その対象は弱き者限定らしいです。彼ら6人、そして3人の巨人のタイタン、そしてアリサの合計10名による物語になります。この物語はバニー&バロンがアイシーのバカを次々に襲っている場面からスタートし、アイシー討伐に向けて本格的に争いが開始されるところで物語が動きます。バニー&バロンはアイシーを倒し巨人の異名を奪う、そして世界を壊す。そこに3巨人のうちの1人ナハト・ナハトが異名以外の手柄をもらうということを条件にバニー&バロンのバックにつきます。しかし同タイミングでどうやらアイシーレンドリングも不穏な動きを始めます。最終段階のために儀式と呼ばれる準備を行い、印と呼ばれるものを富裕層のために配ります。富裕層は自分の町を治めているアイシーレンドリングからもらえるものであれば何でもありがたいと思って受け取るため、この印を受け取ってしまうんですね。アイシーだとを狙うバニー&バロンは途中世界を壊すという目的が合致したイルガンの仲間に入れ、アイシーの元へ進みます。しかしそこで登場するのがこのゼシル・ウェンシー。先ほども紹介した不死身の男でバニーたちの行く手を阻みます。ゼシル・ウェンシーは各キャラクターの精神を揺さぶりながら弱点を探し、バロンは死闘の末ゼシル・ウェンシーに敗北。イルガンノはまた接戦の末正気を見出しますが、過去家族を殺した犯人がゼシル・ウェンシーであったことが判明し、ショックでそのまま敗北。さらにはゼシル・ウェンシーに感染させられ体まで蝕まれてしまいます。バニーもまた苦戦を強いられます。バロンが死んだことをゼシル・ウェンシーに告げられ確認をしに行きますが、この認識阻害魔法ジャミングをバロンがもう生涯ずっとかけていたことによって、バニー自身もバロンの本当の顔を知らないんですよ。そのことからバロンが死んだことすら確認できない、精神も壊れすべてに絶望しようとしていたその瞬間にアリサが間に合い、なんとかゼシル・ウェンシーを追い払うことに成功します。そして同時刻、マイザーとセリーナ、アイシー討伐の前に民の避難を優先して行っていました。しかしそこにもゼシル・ウェンシーが現れるんですね。マイザーは勇敢にもゼシル・ウェンシーを討伐しますが、
ゼシウエンシーが死に際民の姿に戻ることによって再びマイザーに過去の自責の念を思い出せ自主的な選択を乗せます。マイザーはとても勇敢な男なので、昔民を間違って撃ってしまったことを、その民の姿に戻ることによってトラウマを思い出されてしまうんですよ。そしてマイザーは再び自分が罰を受けることなくこの世界に存在することに耐えられなくなってしまい、セリーナに神になって、私にとっての神になってよということをセリーナに頼むんですよ。セリーナは必死に説得しようとするんですけども、もう自暴自棄になっているマイザーは止められるわけもなく、最終的にマイザーにとっての神になることを誓って、この世界を罵りながらマイザーに銃の引き金を引くんですよ。マイザーは死に、バロンも死に、イルガンノも実質的な死。セリーナはマイザーを撃ってしまったことによってもうショック、もう動くことすらできません。残るはバニーとアリサのみ。アリサと合流したバニーはアイシーの元へたどり着きますが、そこでまた衝撃の事実を突きつけられます。それがアイシーはこの世界が誕生してから今まで死ぬことなく生き続けている巨人だということ。タイタン、この巨人という異名はあくまで神の力を受け継いだだけの人間とされていますが、アイシーは最初に分かたれた神そのものであることが発覚するんですね。普通だったら比喩表現なんですよ、神様とか。でもこのアイシーは本当の神様なんですね。神による圧倒的な力によって終始勝負を優先進めますが、渾身の一撃が母なる君によって与えられたマナーをまとうアリサの一撃によってアイシー討伐に成功するんですよ。ここでそこでこの戦いはやっと終わる。バロン、イルガンノ、マイザー、このショーのメインキャラクターのほとんどは死んで、セリーナも中身がほぼ空に等しい状態。バニーも相棒を失い、心に大きなダメージを受けた。本当に長い戦いだった。でもこれで終わったんだ、ありがとう。しかしそれこそがアイシーの本当の狙いでした。皆さん、冒頭で軽く触れたアイシーの能力を覚えていらっしゃいますでしょうか。そうです、取られたものを取り返す能力。アイシーレンドリング何されました、アリサに。アイシーレンドリングは神である自分を倒せるほどの逸材が自分の元に現れ、かつ自分のことを倒してくれるように今まで準備していたんですよ。これによりアイシーの能力取り立てが発動します。すでに古くから生きてきた体は捨て、新たにアリサの体を乗っています。究極のバッドエンド。そこで話は終わります。誰も救われる人が存在しない究極の鬱展開。いよいよ天下のサイゲームスさん本気出してきたなと。登場人物ほぼ全員戦闘不能、アリサはアイシーの鬱をやされる。そして他のキャラクターが登場していないこのオーディティは何も明かされていない。全てが謎の中、早く次のショーを見張りたいですよね。でも残念ながらここで話は一旦ストップしているんですよ。一応ちょっとだけ続きは先行公開されていますが、大して物語の核心についていない点から今回は解説の動画からは省かせていただきます。ストーリー全体は全て予習しましたが、それでも細部に関しての解釈だったりとか誤ったことを紹介している恐れもあるので、その際はコメント欄で補足してもらえると助かります。私の解説では伝えきれない部分もありますので、興味を持たれた方はぜひぜひストーリーを読んでいただきたい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さらば。